かった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。やっと巨人の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか。リヴァイ班、こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。急いで加勢しよう。次だ。ありがとう。行く。いやあ。はい。オーバースター。リヴァイ班を探してるんです。見かけませんでしたか。え、リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。あの色は助けに行かなきゃ。お前ら、いいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。いや次だ、片付ける。よっもう一押し。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ。よし、次だ。リヴァイ班がどこにいるのか早く情報を集めないと。以上は行かせんぞ。また戦ってるよ。助けに行こう。討伐した。始末。リヴァイ班の現在位置は分かりませんか。急いで知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、神兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でも、あと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。あの色は、助けに行かなきゃ。
急いで立ててくれ。巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか。次だ、ダンス。なかなかやりますね。で突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。あの色は助けに行かなきゃ。寄り道している暇はないよ。早くリヴァイ班を探そう。こんなに巨人が現れるんだ。いたよ、急いで助けよう。始末。理性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか。確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、縁談だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。あの人、リヴァイ班の人じゃないかな。から離れたところを襲われちゃって。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人。分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる。分かりました、あとは頼みます。討伐した。あの赤い縁談が見える。兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。助かった。いやー、次だ、ジモン。
人の討伐に手を貸してほしいんだ。救援要請ね。助けに行かないと。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。忙しいのに、なんで私が拠点の設営なんて。おい、お前手伝ってくれ。いやあ、討伐した。倒す。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。やれやれ、これで愛しのクリスタを探しに行けるぜ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆けるリーダー。駆けるって一体どこまで？それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか？エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。よし、なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろ。よし、やめなさいエレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。俺にはわかる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつらを信じるか。エレン、信じて。走れ。このまま逃げ切る。
俺とは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。なあアルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あっちはどうだった。そうだね。でもひとまずは君が無事でよかったよ。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。うん、僕もそう思ってる。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど、確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと
大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見したい駆逐せよ。頼む。同行するわ。ここで巨人を食い止めろだとも、ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、そりゃ命令に従う。今お前もそうするべきだと思うんだ。救援要請だ。次だ。ここに迎撃用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。倒したら片付ける。ジャン。討伐した。自罰。大丈夫だよな。拠点の準備ができたから、みんなうまく使ってね。救援要請だ。倒す。拠点をこさえなきゃならねってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。よっ、倒す倒す。準備はできた。ああ、拠点を作って。準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。
私に感謝してありがたく使えよな。分かった。お待ちだ。当たった。よすげえじゃねえか。行く。任せた。任せなさい。よっ。じゃん。倒した。倒す。これで貴公子は駆逐できたな。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。急いで立ててくれ。片付ける。いやあ！頼む。分かった。じゃあ。あり。よし。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。始末。任せた。任せなさい。はぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど
森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。片付け、頼む。分かった。あそこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。討伐した。倒す。無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。厄介な状況だな。このままじゃ女型が食い尽くされるぞ。急いで立ててくれ。あの叫び声、巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。任せなさい。どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ。副隊長、考えるのは後にしましょう。いつどの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。拠点はここだ。巨人は近づいてる。魔法巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。倒す。ゲルガーさん、分かった。全部倒すのはさすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。任せなさい。よし、始末。じゃあゲルガンさん、頼みます。
った。いやあ！討伐した。倒す。すごいじゃないか。だ。次だ。片付け、任せた。任せなさい。やっ。あっちはかなりまずそうだな。始末する。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消するとは。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れるな。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。
また来てくれよな。行くとしよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。メガタは食われた。だが、君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいた奴は今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれない。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。メガタの巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。はあ、俺も戦います。いやあ、ダメだ。これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、
俺たちの腕を疑ってんのか？そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの？我が藩の勝利を信じてます！ご武運を！進もう。振り返らずに。リヴァイ班のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。ジマス、すまん。団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。討伐だ、当たって。すまない、助かった。いやー、喰らえ。次だ、倒す。さあ、ここで補給するんだ。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は。ジマス。信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。うわ、殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。あの女型が一方的に。とどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを殺す。
じたいと思ったから。みんな、俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択で、みんな死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。自爆する。
ないで。おい、エレンはどこだ？巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。リヴァイ兵長、お願いします。当てた。もう一押し。いいだ。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。次から次へと湧いてきやがる。任せた。救出に目的を絞るぞ。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。よし。行かさん、頼む。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていれば、こんなことにはならなかった。あの時のエレンの馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。了解だ。落ちた。当てた。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。
奴も疲弊してきたようだな。もう少し。エレン、待っていて。今助けるから。よし。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。怪我が治ったみたいでよかった。何かできることはある？私が何かしたい。あれ、珍しい組み合わせだね。何を話してたの？そういうことか。でもかすり傷で済んだんだろ。ミカサ、本人が気にしてねえんならもういいじゃねえか。でも私の不注意で怪我をさせたから。
頼み事がないならこんなのはどうかな。君がミカサに何か質問して、ミカサはそれに何でも答えるんだ。はあ、なんだそれ。こういうのはけじめさえつけられれば何でもいいんだよ。ミカサに何か聞きたいこととかない？私は大丈夫。そういや、お前もシガンシナクの出身だったよな。ミカサ、何かこいつに昔のことを話してやれよ。今急に話せって言われてもミカサも困るだろうから、何か思い出したら話すっていうことでいいんじゃない？わかった。それでいいならそうしよう。また私のことを尋ねてほしい。何か話を用意しておこう。何を作りたいんだ？また来てくれよな。いらっしゃい。また来てちょうだい。何か提案があるのか？意見があれば。な、お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。ああ、さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。ああ、早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。
それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャは本当そればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か前はそうだったよな。いつか一緒にぶっ殺そうぜ。鎧の巨人か。俺見たことねえけど、すげえ硬くて強いんだろ。なんつうか、頑張れよ。それでいろいろな肉料理を。いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。お、本当だ。腹減ったな。じゃ、俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。